翼くんのお芝居が好きだよ。まだまだ、これからだよ。早く曲を作らなくちゃ。
私少しは変われたのかな。俺たちらしいあり方な気がするな。
も楽しめているのかもしれないな。プロになるってどんな感じなんだろう。犬だけでファンは安心するの。
すっごくやってみたかったの。なんだか様子が。何か雫のためにできることは。私たちの思いを伝えられるように。Thank you.
配だなんて嬉しいな。私、司くんのお芝居が好きだよ。仕事は楽しいわ。でも。